ハピさん、コバポンの欲張りカメラプラスラジオスパイスな日々。デデレデレデレデ余計なことはよろしいので、はい、新年明けましておめでとうございます。今年も聞いていただいてありがとうございます。ハピさんです。コバポンです。はい、2015年でございまして、はい、スタートいたしました。本当に皆さんすいません、コバポンすいません。早まった。年内もう一回言ってたら、2014年年内もう一回って言ったけど、ちょっと無理だった仕事的に。本当だよね。いやー、年末忙しかったわ。いや、私も忙しかった。ありがたいことだよね、忙しいのは、ね、ありがたくない忙しさだった。あ、まあそういうのもあった。うん、うん、大変でしたけど、はい、はい、お正月はゆっくりできた。お正月はダラダラとしたんですけどもね、はい、でそれが終わったらもうすごい忙しいもんね。そうだって来週成人式、うん、関係ないね。いやいやいや、取るんだってば。あ、そっか、あ、そっか、うん、仕事な。違うでしょ、うん、取るんだよ。もう成人式とか今ぶん殴ってやろうと思ったけど、そうじゃなかったね、お仕事です。お仕事です、うん、そうだね、うん、あれさ、今って成人式の写真さ、1年前に撮ったりするんだって。前撮りね。なんかね、あれ不思議だよね。で、例えばだけどその当日、今年、うん、何時ぐらいから撮るの。私今回予約が多くて朝7時ぐらいじゃないですかね、うんうん、そうだよね。だって美容院が朝4時とか5時スタートなんでしょ。そうなんだよね。ずっとやっぱり7時ぐらいだよね。大変だわ、はい、いきなり仕事の話に入ってますけども。成人式の当日撮りっていうのをしていまして、うんうん、興味津々ですね、はい、5年目になる。なるほどね。へえ、はい、そういう仕事から新年をスタートします。なるほど、はい、私もまあまあ、まあ、何が変わるわけではなく、いつも通りの進行で、うん、締め切りが来てという日々を、ね、もうすでに送ってますけど、結構ギリギリです。私年明けから今年はですね、いろいろちょっと先輩方の定年退職なども絡みまして、はい、いろいろ引き継ぐ仕事がですね、あら、ちょこっと増えて、2月の半ばまでいっぱいいっぱい。島流し。早いね。島流し。島流しってどこによ。足立区梅島。そうそう。いや、それ本当。で、もう一個が大島。え、大島って伊豆大島。島流し。何させられるの、それは。それアシスタントで今回は行くんですけど、うん、来年からは本番で一人。ミス椿の女王コンテスト。ああ。の、まあ撮影会のお手伝いです。いいでしょ。ちょっとついてこうかな、それ。大島とか行ってみたいんだよね。大島いいとこだよ。うん。三日だよりのってね、遅れのだよね。なんだそれ。それ知らない。船がゆくゆくでしょ。いやいや、2時間で行けるから。なるほど、そうだね、最近はね。う、うん、熱海からだって1時間切るんでしょ、あれ。そうだよ、高速艇で。それこそ梅島より近いんだから、うん、そういうこと言っちゃ足立区の人が悲しいと思うんだけど。足立区は何。足立区もですね、うん、お子さんとかデジカメ初めての方向けに、はい、うんうん、デジカメ教室、お初心者向けの、うん、持ってるカメラで楽しむっていうのを、まあ、先輩がやられてたものを引き継ぐ。あ、いいっすな、面白いですね。もうカツカツなんですけど。仕事はね、あった方がいいよね。よりだってほら、そして月末にもう始まっちゃうの、いろんなことが。そうだよね、うん、映るんですでできるんですで2、もう告知に入ってますけど。あ、早いな、もう終わりかもう。新年だからね。いやー、ね、もうなんかね、うん、毎年1月2月は怒涛のようだね。怒涛だね、うんうん、なるほどね。俺例年、ここのところ例年はまあ仕事なかったからっていうのもあったけど、うん、割と緩いスタートだったけど、今年はありがたいことに早い時期から仕事が結構ポンポンと入って、うん、案件小さいものをこなしつつ、いつもの締め切りもやりつつみたいな感じでやってますけれど、小葉君にも今回締め切りがやってくるんだ。締め切り、それは文章書きという話ですね。そうなんです。ほう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 、文章書きだけで終わればよかったのにね。え、全くね、まあいろいろあるみたいでね、大変だよ、全く。あ、ちょっとね、小葉君働きすぎだと思う、今回の本の一件に関しては。頑張りを引く工場こんなんでやっちゃうんだろうなって思うんですけど、まあ安売りする必要はないと私は思いますね、うん、ちょっといろいろとね、お前までやる、ちょっと
鬼を、あ、違う違う、心を鬼にして、鬼を心じゃないよ、心を鬼にして、ね、心を鬼にして頑張ります。あとね、2月も半ばにもね、予定が入ってるんですよ。あ、そうなんだ。2月だから。写真屋さんに行って、はい、なんかセミナーをするっていう。まだ具体的な話。あ、なんか本当にでもあれだね、あの、なんというか、出張イベントごとが多い感じ。そう。なるほど。出張といえば、ね、やっと大阪が落ち着いたと思ったらそんな出張ばかりで、やっと大阪が落ち着いたんじゃないんですよ、うん、大阪に行ったらもう打ち合わせの嵐だった。あ、そうなの。あれだって大阪、あ、そうか、で、ナダルさんはでも閉じたんだよね。閉じた。そうだよね、13日からソラリスに、うん、あ、ソラリスさん、あ、そうかそうか、そうですね、うん、オーナーさんバトンタッチ、うん、変わったんですよね、バトンタッチします。いやでもなんかね、感慨深いですね、あのナダルの名前が。そうなんです、今はないというのはね、本当になんていうかショックというか、東京にはありますよ、うん、大阪ね、うん、なんか感慨深いですね、ね、あそこからスタートしてるって言ってましたから ね、ちょっと驚きですね、うん、でも新しいオーナーの橋本さんもすごく、ね、楽しい方なんで、いいですね、うん、今までマネージャーというか店長されてたんで、うん、何も不安はないです。全部分かってる人が、うん、あのやってくれるというか、安心だね、それはいいですね、うん、まあ、だから写真もね、いろんなこう取り巻く環境が変わってって、ね、随分あの変わりましたよね、変わりました、変わりました、うん、なんかあのそう、よくね、僕はその年末年始仕事柄そのカレー関係でトレンドを教えてくださいって話をされて、うん、そんなものはねえよとか、あの、ね、俺が作るんだとか生意気言ってみたりとかね、すいませんでしたって謝ったりするすぐにね、うん、あの 0.5 秒空けずに謝ったりするんですけど、あの最近ね、いろんなところで話を聞くのがその、まあ、実際そうなんですけど、カメラメーカーさんがその今まで入門期だったその安めのお値段安めの手軽なコンデジをどんどん絞っていって、はい、でコンデジに関しては高級機のみっていうラインナップにしていくような流れができていって、うん、それで僕はいろいろ思うところがあるなというのがありまして、はい、僕が今使ってるのが一番使ってるカメラがキャノンの、S120 という。あれよくできててね、よくできてるよね、いいカメラだよね、いいカメラだよね、いや、よくあのちっちゃいのにあれだけよく、あれ、うん、いつ買っておいくらぐらいなんですか。あれはそれでもまだ3万円切るか切らないかぐらいなんで、あー、2キュッパぐらい、うん、それでもいや、あのね、内容を考えたら安いですわ、びっくりするぐらいで、今あの高級コンデジだと、5、6万のラインっていうのがあって、 あとは8万円前後のラインっていうのがあるじゃないですか、うん、あるある、例えば RX100 の、はいはい、MAX3 なんかは今8万円台ぐらい、ソニーの ね、うん、あれが本当に僕使ってみたいカメラの今筆頭で、うん、僕はすごいシャープです、うん、芸術 写真じゃなくて記録写真なので、うん、記録写真の男としては割といいのではないかと、食べ物、うんうん、ただ食べ物だとちょっとやんわり映る時が欲しい時も多いので、うん、実際使ってみたいなって感じはあって、で5万円ぐらいのラインっていうのは何があったっけ、5万円 X の10あたりの10、20、30、今30が超推しですよ、なんかそれでいいらしいじゃないか、すごい X シリーズはね、あのみんなちょっと魅力的なものなんだけど、あのね、ああいう要するにあのレンズ交換じゃないああいう形のよく撮れるカメラってのは割とやっぱり好きで、ここだけの話、おっとここだけの話X30 が良すぎちゃうのであまりプロモーションかけたくないっていう話があるんで、めちゃくちゃだよそれ、そうなんです、そのぐらいいいカメラ、あ、それはつまりあのね、某フジフィルムさんがつぎ込みすぎてあんまり売れちゃうと困っちゃうぐらいの内容ってこと、うん、だって大丈夫、作った味とかそういう中身がほとんどなんだろう、うん、XT1 E2 ぐらいのに導水できるような、もう電子ビューファインダー乗っているし、バリアングルって聞くでしょ、はい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 、あと全部あのシフトダイヤルが前についてるんで操作がちょっとしやすく、あ、まあ嫌だっていう人もいるんですけど、まあね、軍艦に慣れちゃってる人はね、うん、ただあの小ささで全ての機能が備わっちゃっているので、まあ、センサーサイズぐらいですね、小さくなる、まさにね、そこなんですよね、小さいサイズで全部揃ってる、うんうん、で僕いつもその話をするんだけど、結局カメラって持ってなきゃ撮れないもので、そう、うん、で、シャッターチャンスっていうのはいつ来るかわからないもので、
でだからみんなが携帯電話に流れるのはすごい分かるんですよ、うん、あれは、うん、一番身近なカメラだから、うん、だけどねカメラで撮りたい写真っていうのはやっぱりあるんだよ ね、うん、ね私ね、うん、去年のスマートフォンの中の写真見たら、うん、だいぶ減ってた。カメラで撮ってんだよねちゃんと。あのね同じ、うん、俺もそうなの、うん、カメラに回帰したので、うん、私ほら XF1 手に入れたじゃないですか。はい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 、めっちゃスタイリッシュで、あれはいいよね、いいカメラで、そうカメラの好きな人たち、写真が好きな人たちと、僕悪口ではあえて言うんだけど、いつも写真の好きな人たちとカメラの好きな人たちってのがいて、で X のシリーズは両方綺麗にカバーするんですよ。そうなの。ね、あれはね、カバンから出してね、写真撮ってるね、姿がとてもかっこいいんだよ。そういうのはさ、バカとか言われるんだけど、そういうのは。でも、大事な要素だと僕は思うのね、ああいうのは。携帯電話で撮ってる人は、携帯電話だなってやっぱり思われちゃうんだよ。思われる。うん。悪い言い方をあえて今してるけど、うん、なんだ、携帯電話で撮ってるじゃんってやっぱり思われるし、そう、コンデジ、それもちょっとこう、クラシックだったり洒落たものを取り出して撮ってる人ってちょっとねかっこよく見えるんですよこれ。でそういうのって撮ってる側も意識するし、で結果なんか一生懸命撮った写真になったりするんだよねっていう流れは僕は、ね、感じるんですね。そうですね、うん、実際その僕のその S120 も実はその吊るしで使ってないで針革をしてみたりした、ね、白いベージュの革、昭和のジジイみたいな色のね。そうそうそう、本当に俺はね、じいさんっぽい、自分でねいい趣味だなと思って枯れた感じのね、ダメ、あれじいさんっぽいよ。ほらちょっとさ若作りのおじさんなんかそこでさキャメル使ったり赤使ったりするじゃないですか。でまあね、枯れたじいさんは紺色使ったりとか黒使ってすんだけど、俺は変なベージュを使っててさ、なんか昭和の安いダメカメラっぽい雰囲気を出してて、これがねちょっと使うとね人に受けるんだよね。で人に受けると余計そのカメラ持って歩くし使うようになるっていう相乗効果があって、うん、それで、あともう一つはですね、Wi-Fi 装備という、うんうんうん、あれでもう本当に携帯電話の方に、うん、僕は iPhone 使ってますけど、そっちに即飛ばせるので黒幕、うん、いいよね。てか私この間ですね XE2 をちょっと借りてたんですよ、はい、で同じように Wi-Fi 機能があるので飛ばしてみたんですぐ飛んでくる、ね、びっくりしちゃう、うん、あれならさカメラでいいよね。カメラでいい、うん、カメラのがいいよね。そうカメラの方がいい、うん、例えばなんですけどここのところでちょっと流れ変わったなって思ってるのが、携帯電話というか iPhone のiPhone フォトグラファーの人たちというかね、ああいうジャンル、簡単に言っちゃうとインスタグラムの人たちなんですけど、ちょっとなんか空気変わってきたなと。以前はなんかねすごく正直言って自由な空気がなかったと思ったんですね。iPhone で撮ってないとダメ、うん、iPhone のカメラじゃなきゃダメっていう、すごくなんというか堅苦しい、おいそんなにならないでもいいじゃんってたかだか言っちゃいますよ、言っちゃいけない、うん、たかだかインスタグラムならさいいじゃん別にどうでもって思ってたんですけど、なぜかこれ iPhone で撮ったんですか、違うでしょっていう高圧的な言い方をする人がいて、なんだお前って思ってたんですけど正直。でそれがねだんだん緩んできてる、両方の相乗効果、インスタグラムのマスが増えていろんな人が流れ込んできたのと、あとはそのコンデジで、まあ一眼使う人もいますけど、うん、iPhone なんかもあるんでね、うん、iPhone もねすごくよくできたものでついてないものにねWi-Fi つけられるっていうSD カードですか、ああいうのもあって、カメラで撮ったその写真をねインスタグラムに上げるっていうのは、そんな別に文句を言う人たちがいなくなってきた、自由な空気になってきたっていうので、ちょっと僕は何と言ったらいいのかな、希望が見えてきたっていうか、まあインスタグラムやってないですけどね、もう私もやってないんで、うん、嫌になってやめたんだよね一回ね、うん、めんどくさくてやめました。やってません。そう、ね、そう高級コンデジと、iPhone を筆頭としたスマートフォンとのその写真関係の話って、ちょっとそこら辺になんか僕は去年の終わりから今年にかけて感じるところがありまして、うんうん、そうだから本当にコンパクトカメラを持つようになって、あ写真撮れてるなと思った、スマートフォンではなかったなやっぱりっていう感覚、うん、写真をね撮るならっていう感じは、ね、そうありますね、思い出しましたね、うん、なんか本当にスマートフォンで撮るの減って、うんうん、教室でしか教えることがなくなって、うん、もうそこでしかほぼ使わないかな、なるほどね、うん、
そう、入り口にはいいしね。でそのまあ携帯電話であるけれどとは言いながらよくできてるので、うん、枚数重ねるのはいいんだよね、うんうんうん、iPhone とか Android で、うん、ただやっぱりカメラとは違うっていうのは逆にずっと使ってて明らかになったっていう感じは、うん、そうですね、うん、去年、うん、感じましたね、うんうん、面白いと思った。それがすごくだからコバポンとしてもですね、やっぱ写真家というか、はい、写真を提案できる立場に、ね、うん、なるべくしてるの で、ね、うん、スマートフォンの先生っていう肩書きをこう下ろしたいな。なるほどなるほどね、うんうんうん、まあそれはあのあれだよね、限定されたくないしね。そうで受け手がそういうふうにもう 見ちゃってるっていうのは、うん、やっぱ自分自身を払拭していく、まあ若干危機だもんね、うん、それもね、あるしね、うん、そうですね、そのために今頑張ってます。ほうほうほう、なんかね地下活動たくさんしてるらしいので、地下活動中だお正月も5日間地下活動ばっかりもう必死こいていろんなことやる。結構結構いいじゃないですか。だから本当にお正月はね普段できないことをしこたま集中してできた薬屋行ったりとか。え、そう、薬屋行って歯磨き粉買ったりファンデーション買ったり毛染めしてみたりなんかこう女子力上がってる。もうさ、ドラッグストアで何千も使うと思わなかったんだよねあ、だからさ、あんただから女子力低め言われる。あんたダメでしょそれ今のでさ、うん、ね、女子力の話だけどさ、うん、はい、去年もね初めて年末にダウンコート買ったんですよ、うん、はあ、必要に駆られてですよ、うんうん、なんでかって外にいるんですよ私。あ、外にだいたい3時間コース、うんうん、まあね、お仕事でね外にいなきゃいけないこと多いもんね、うん、と思ってあれ外にいることを基準に服買ってねえかと思って、うん、あ、なるほどね。それはさ、おしゃれして街へ出るんじゃなくてアウトドアってことだね。そうあんた考えた方がいいよいろいろ。いやそうなんだけどさあと寒いよ冬の朝。いやだからね本当に女の人はねもう体冷やしちゃいけないからね、それは本当に分かりますけど、でも公園にハイヒールはいけません。アウトドアはどうなのかなって感じ。だってさ、うん、もうだってそうじゃなきゃ身が守れないと思って、まあね、この間大阪大阪もね、うん、行ったら4度だった。寒いねと思ったけどちっとも寒くなかった。あ、そう、うん、湿度もあったし風もないし。ああ、そうか、うん、なんで余裕じゃん。てかダウンコート暑いもう体できちゃってる。そうもう丈夫でしょうがないから。外にいることに耐えられるようになってるからなんかね、職業がなって感じだね。だから職業基準になってるんで、うん、なんか女子力高めろとか言われてもそんな余裕こいてる時間ねえんだよみたいなすいません。かつてはもう昭和のアイドルとしてならした。かつてじゃない、ね、かつてじゃないよ , 笑いすぎだぜ。面白くてね、うん、今も昭和のアイドルですよ、はい、ちえみちゃんと似てるんだからまあまあまあなるほどな、その線だな、ちえみちゃんだよ、うん、その線だよね、うん、わかる、うん、今日ちょっとお邪魔したらば、会ったらば、うん、髪の毛染まってて、うん、可愛らしくて良い感じに、うん、ちゃんと女子力高い、うん、ますますなんかね、うん、昭和のアイドル感がこう深まった感じね。困っちゃうね全然また写真と関係ない話になってるけどまあ楽しいのでいいですけど、ね、まあ、はい、そういうね、写真をやってるっていうことはそっちにもお金がかかってるので、まあなかなかね。いやでも本当に女の人ってね、うん、すごいお金かかるなと思った、ね、でまたその一芸に秀でるためにはそれにお金をかけなきゃいけないから、うん、それに近いお金がかかるよね女の人って。かかる、大変だよね、うん、倍かかるよね、うん、男なんてさ腹決めると汚かろうが何しようがいいじゃんっていう話あるけどさ、そうだけど女の人なかなかねそうもいかない部分が。でしかもカメラ周りのものとかさ、うん、買ったら相当にお金使うじゃないですか。レンズ1本10万円の世界ですからカメラ。そんなの買わないけどでも大体 4,5 万は使ったりするよね、うん、そうだよね、うん、だからそういう風に考えるとさ、削る部分は女子力になっちゃうじゃん。なんだか正月から痛々しい話になっちゃってみんな聞かなかったことにしてねこれはねうん、次号までに忘れてくださいこの話は。コバポン頭息ついちゃってるし深いため息はい、っていうかいいよそういうの誰か送ってね全然送んないと思うみんな、そうかな、うん
まあそんなこんなで、はい、今年は何していきましょう。そうですね、そう、あの欲張りカメラプラスとして、やりたいことみたいのも、うん、結構出てきてるよね、うんうん、まあ、とにかく何にしろ、スマホでパーティーカフェは継続ですし、うん、ありがたいことに1年経ちましたね、たったんですよね、うん、これであの1年たっただから、4回だよね、うんうん、ではありましたけど1年4回でありましたけれど、ね、あの次いつですかって聞いてくれる人とか増えてるんですよ。会いたいって言われた、ありがたいことでね、私に会ってみたいって誰だお前って感じだけどねかわいそうだそのかわいそうだからやめていやあのいやそういう意味じゃなくてね、まあ、いろんな意味があるんですけど、うん、でもあのなんかね、あのちゃんとなんというか、まあ、このラジオを含めながら継続としてね、継続してあの続いてるじゃないですか、うん、これがこうそうしたのか何なのか、みんなちょっとこう僕らがやってることを少しずつ理解してくれている人たちがね、うん、増えてて、うんうん、で あとはだから僕らがその1年やったのでその説明しやすくなったよね、こんなことをやってるっていう実績であるとか、うん、そうするとすごくそのなんか分かってくれる方が増えて、ちょっとねそういった部分でも手応えは感じております、うん、はい、うん、ということで今年だよね、うん、ね、考えないと、うん、そうていうか本当にみんな待ってるみたいなのやばいねそう俺のところにもお客さんが一人二人あの並んでるんだけど、あ、うん、そう、そう、ありがたいことにね、やろうね、やろうやろう、うん、やろうやろう、必ずやります、うん、大丈夫ですよ、あのちょっとあのコア君と僕がバタバタしちゃってるんですけど、それ落ち着いたらば本当にあの暖かくなるぐらい、ね、うん、にはあのちょっと何にしろやりたいと思ってるので、うんうんうん、でね、あのそんな話をしながらそのスマホでパーティーカフェの枠になるか、それとも欲張りカメラプラスの別の枠になるかわからないけれど、コア君と僕の2人でやるプロジェクトの中で新しいね、あのなんていうか要素なんていうのもね、ちょっと見えたりとかするじゃない、あ、うん、なんだそれって、そう、いろんな人がね声をこういうことやってるとかけてくれて一緒にやりたいなんていう話がね、うん、出たりとかして、そうだね、ね、僕ら自身がアイデア出すものもあるけど一緒にやろうよって言ってくれる人がねいるのはとても嬉しいです。ここはあとやっぱりこういう、うん、今見えないですけど、うん、はい、こういうこともね、そうそうそう、なんとなくこう、うん、みんなで伝えられるものができると、うん、そう、まあ、僕は一応自分の立場を分かっているつもりで喋ってるんですけれど、僕はそんなにそのカメラ上手な人でもなければ詳しい人でもなくて、うん、好きではありますけれど、カメラというか写真だね、うん、あの入り口になるものを作りたいと割と思う人で、それはね割と僕は一貫してるような感じがします。カレーの方でもそうなの、うん、詳しい人たくさんいるんだよ、うん、よく知ってる人たくさんいて、でただそのなんていうんだろうな、アウトプットができないとそういうものってそのもったいないじゃないですか、例えば紙にする、例えばウェブにする、うん、あとはその例えばまあお教室もそうだし、どこかでそのトークショーをやったりとかいろいろなことがあると思うんですけれど、皆さんに伝えるということをやりたくて、うーん、写真撮るの面白いよって話とか、カレーの方も、うん、こんなに奥深いからその入り口ここだよって教えてあげるのが僕のミッションだと思って、うん、カレーの方やってたらば、あ、写真もそうかもっていう感じがして、写真動画、うん、あの改めてちょっとこうこのコアポンとやってるプロジェクトは価値が自分にとってあるなっていうのはすごい最近思うところがあって、なんかね風なんだよねそこら辺ね、いろんなとこで、うん、私はもう本当に写真畑しか知らないですけど、てか興味のあることは多分それだけなんでしょうか、はい、あと食べることね、うんうんうん、でもその食べることに関しては、うん、なんか楽しいっていうか美味しさを素直に伝えられればそれでいいかなと思うし、うんうん、いやそれがね、あの結局至るところそこなんですよ、そう最終的に、うん、と思うしね、なんか感情に働きかけるというかな、うん、そういう見せ方ができれば私はいいと思う、なんか食事に関してはね、うん、で今すごくその、ね、あの食べるものを見せてあげたい人が多くなったので、うんうん、であの見せなくてもあれ撮ってその自分ですごく美味しそうなものをコレクションしたりとかっていう満足感みたいな、うん、ありますよね、すごく分かるんですよ僕も自分でやってて、うん、ああいうものをそのなんていうか迷ってる人とかどうすればいいか分からない人はお助けしたいよね、
そうね、だからそれがカムラプラスの良いとこというか、うん、スマホでパーティーカフェで感じ取ってもらいたいところだし、うん、その去年最後にやったパーティーカフェで、はい、やっぱり食のことね学べて嬉しかったって言ってくれてたじゃないですか、うん、随分これはね、うん、嬉しかったですね、その一言は ね、うん、ね、だからやっぱりそういう、うん、なんていうのかな、日本の文化じゃないけどその食を取るっていうとこもそうだし、うんうん、多分みんなね知らないで食べてるんだよね、いろんなことをね。そういうのをハビさんなり私が取りながらでも食べながらでも教えられる場所であった方がいいだろうと思っているしね。本質なんですよそれは、うん、写真もそうなんだけれど、あの僕 の、 あの長年の10年来のテーマがそれって何っていうテーマがあって、うん、そのまああの喋り言葉でそれって何っていうテーマって言ってますけど、その要するにその物事には全てその理由があるという話で、うで写真もそうだし、どうやってそれ撮ったのっていいものを見れば思うでしょ、うんうん、その興味のきっかけみたいのが大事で、食べ物も同じで、うん、美味しいなこれ、美味しいなこれ、なんでこんなに美味しいの、何が入ってるのとか、どうやって作ったのっていうのは、うん、大事なもので、うんうん、その入り口とか作ってあげられたりとか、そのそれって何っていうところまで行ってない人をその次にその進めてあげる手伝いなんかできるというのは僕は面白いと思う。そうだから、きっかけが我々だったら面白いでしょう、いいよ ね、 ね、うん、で価値が、ね、出てくると思うんですよ、うん、それはそう思います。なんか写真、私もねその写真においても、うん、去年の暮れだったかな、ブログに書いたのは、うん、やっぱり写真家です、うん、写真撮ってます、うん、カメラマンです、はい、じゃなくて、うん、やっぱりこう写真の楽しみ方や、うん、あの被写体との関わり方とか、まあ、撮ったことの後をきちんとみんなができるようにしてあげられるようになるっていうのが、なるほど、うん、入り口もそうなんだけども、うんうん、最後までやってみようよっていうのを一緒にできるような立場になりたいと思って、なるほど、ね、それがさっき言ったの聞いてなかったでしょなんだっけ、なんとかコンシェルジュそれは友達の提案の名前ですけど、あのフォトライフコンシェルジュっていう提案がございました、はい、もう一つ私はやっぱりプロフォトアドバイザー、なるほど、ね、うん、プロとして写真をアドバイスしますっていう立場に、まあ、ちょっと硬い気はするけど、うん、でもその硬いなんかね、あれなん、あのまあ、まずかったら切るけど切るつもりないんだけど、富士フィルムの匂いがするんだよねなんでだろうな、多分ね、うん、なんでだろう、結局、うん、写真のそのプリントまでのことって今富士フィルムしかやってないんだよ。でもそうなんですよ、うん、そうなんですよ、うん、うん、そうなんですよ。だからコアポンがテーマにしている見せ方、写真の見せ方っていうのはまさにそこで、そう、出口ないんだよね。ないんですよ、うん、いろいろメーカーの名前上げちゃうのもよくないんだけど、いろんなメーカー、カメラ作ってるメーカーがあって、見せ方提案してるとこまあ言っちゃあるけど一つもないって話して、うん、で唯一富士フィルムが、うんうん、いわゆるはその、現像ですね、うん、印画ですね、あっちの方のプリントと、うん、あとはまあプリントアウトのプリントも含まれますけど、そういうのまで頭からお尻まで全部あるんだよね、そうフィルムは、ね、そうなの、うん、これ価値があるし、うん、会社名のフィルムやそこがこう肝だったりするし、私から見るとね、うん、遅いけどねやることはっきり言って怒ってんだ、怒ってんだでも本当にそうね、うん、遅い、うん、とはいえいろいろな何かそのなんとかその見せようとか、あとはもうやむにやまれぬだと思うんですけれど、うん、その写真やっぱり見てくれなきゃしょうがない、そうなん、うん、見れなきゃしょうがない、そう見てほしいし自分でも見たいし、ところが見ない、みんな撮ったらおしまいっていうのを払拭したいし、あとはその昔から写真をやってるけど今はやらなくなっちゃって、写真やってるってことじゃないですよね、写真撮るのは好きだったんだけどやめちゃった人たちがいて、もう一回やりたいんだけどできない、うん、なんでかっていうとパソコンができないから、かわいそうなんですよ、すっごく、まあ、僕の味おふくろの世代ですね、皆さんのじいちゃんばあちゃんとかっていう世代がそんなになっちゃってて、それをなんとかしてあげようっていうその、うん、ハードウェアなんかもねポチポチその見るようになってきて、最近テレビに映しましょうっていう考え方とか、うん、あれもでもその例えば Apple TV なんかだとやっぱりパソコンが必要になっちゃうんだけど、あ、そうなんだ、
うん、あれはそのハブになってるわけなんだけれど、やっぱりマックがないと真ん中に、うん、あの管理まではちょっとやりづらい。そこアップルっぽいな。ね、しょうがない。まあ、やっぱりそのあれなんだよね、 Apple TV があるんだけれど、でもあの Mac があってコントロールはそこで、管理はそこでっていう話になっちゃってて、うん、ハブになってる感じ Apple TV が。でそれとは全然かん、あの別の流れがあって、その他でもなんかそういうの出てましたけど、あのいわゆる NAS ってやつ、うん、あのいわゆるあれですね、あのハードディスクを置いといて、そこにその、スマートフォンとかテレビとかいろいろなその端末でアクセスするという、それを一歩進めたのがバッファローさんの、思い出箱ってやつで、うん、あれ完全にあの、まあ、言い方失礼ですみません、完全に年寄り向け、 そうそうそう、あとはパソコンわからない人向け、うん、これは価値あると思ったんだわ。そういうものが必要になる時代に、まあ、ちょっと前からなってたけど、ついに完全になって、なってます。でみんなが困って困ったところにそういうのが出てきたっていう流れがあって、プリンターもそうじゃないですか、うん、この間使ってもらったのがそうなんですけど、まさに、うん、パソコン間にあのかませないでね、 そっちを飛ばして、でしかもね、みんなが言うね、パソコン返すより、うん、ダイレクトに出た方が綺麗だって言って、あとね体験が違うんだよ、そうなん、うん、カメラからパソコンに飛ばし、あパソコン飛ばさないで、うんうん、プリンカメラからプリンターで出ちゃったっていうあの体験はね、ちょっとやったことがある人じゃないとあの面白さは分からない、ね、正直おばちゃんたちなんかもほら、うん、メディアを挿せばいいやっていう、うん、その簡単さ、そう、あのまだまだあの全員ってわけにはいかないですけど、あれですよね、町 の写真屋さんに行って、チェーンでねたくさんあるとかあるでしょ、スーパーとかにね、あれ の, あの端末で自分で印刷、うんうん、まあプリントです、印刷ではプリントです、あれやってるおばちゃんも増えたね、あとおじいちゃんとかさ、おおいいねと思って見てて、やっぱりそっちの方ももうちょっとその、まあ、お店に行くっていうあの価値もあるけれど、パーソナルな部分でその見返すための簡便なテレビで見れるみたいなものもねあるとね、うんうん、全然また変わってくるよね。私本当に思うんだけど、うん、プリントに関しては、うん、絶対にこう親御さんというか、うん、我々よりも年上の人たちの方が写真を知ってると思う、はい、あのね、分かる、もう体験のそのなんていうか厚みが違うから、うん、絶対に残ってるよね、体の中に、うん、あの良さであるとか面白さであるとか、そうなんだよ、うん、だからね、20代以下の皆さんは写真を体験するという意味では我々のところにぜひいらっしゃい、そう、あとね、映るんですで久しぶりに思い出した体験っていうのが面白かった、これも話したかな前回、僕あの結局まあ投資銀座に行ったわけですよ、はいはい、はい、プリントしてもらいに映るんですで、あの1本取って持ってったんだけど、数日かかると思ってたっていう話だね、そうね、まず写真屋さんに行って、うん、あの現像してもらうというこの楽しみ、うんうんうん、現像とプリントしてもらう、それ思い出すでしょ、うん、でああそうだったって思って、うん、で伝票書いてもらって帰ろうと思ったら、あの1時間後って時間書いてあって、ああそうだった、俺がフィルムの写真をやってた頃の最後の頃って、うん、そうだ3時間プリントとか、うん、その看板出てたもん、ね、それが46分プリントとかまでなったよね、それが逆にそのなんていうか街の写真屋さんの最後の、うんうん、なんというか、ね、うん、というイメージがあって、でそれ思い出しちゃったんですよ、うん、で出てきできてきた写真を見てまた面白くて、そうね、シャッターを押して押した瞬間に忘れるんだよ今の人間は、ね、俺もそうなんだけど、何撮ったか、いやいやいや、さあれ面白かったな、映るんですでな、上がってきた写真見た時な、いや本当にそうですよ、手に持てるその写真はいいね、うん、うん、それは本当に思った、はい、で映るんですのネタをちょっと一つ、はい、お伝えしたいですが、ちょっと半分お知らせですけど、はい、映るんですでできるんです展2というのを、2ですよ皆さん、2回目なんです実は、1回目僕行きました、デコパージュじゃなかった、デコパージュ、そう残ったのはデコパージュ、すいません、いやいやいや、あれ結構、うん、まあまあデコパージュ置いといて、置いといてね、映るんですって、うん、できるんですって、今ハピさんが写真屋さんに行って体験したようなことを、はい、その先なんだよね、そうだね、展示だからね、うん、で、うん、見せるっていうその展示はもちろんなんですけど、はい、映るんですって大伸ばししたことないでしょ皆さん、四つ切りしたことが、ね、あるわけがないんだよ、映るんですって、そうなんですよで四つ切りまで伸ばした展示作品と、まあ、今
現像プリント、はい、さらに CD の書き込みっていうサービスがあるので、その書き込みサービスを利用した展示物、あ、フォトブックを作ってみたり、うんうんうん、あとはストーリーフォトっていう 2L サイズのプリントをしてもらった、あのコラージュ的な、そうそうそう、はい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 、そういうものもぜひ見てください。面白いですね。うん、だからそういうデジタルだから、あ、なるほど、そういう作例なんかももちろんすごいプロフィールと一緒に貼りますいいっすね。見てください。なるほどね。ちょっと可能性みたいなものを一通り見られる感じ。うん、そうだね。で、前回1回目にやった時のフォトブックも置いといたりするので、はいはい、そういうのもぜひ手に取って、うん、で面白かったの今回。私たちダブル小林企画なので、小林翔吾郎さんと、ね、はい、2人で作家さん8名で10人なんですけど、衝撃がありました、はい、お二人初めて使ったって言います。ああそう、うん、もうこれだけ人口の割合として多分来てるんだなと。なるほどね、なるほどね、映るんですよ。そうか、使ったことない人だってもちろんいるよね。いるんです、もうね、現代においては。そして、プロの写真家さん、はい、岡本陽子先生、はい、花とか風景で有名なんですけど、はい、先生の作品そのまま写ってるね、うん、なんかね面白い。やっぱり撮る人の味がそのまま出る、うん、写るんですですよ本当に。なるほどね、そういうの見にぜひ来てほしい。いいですね、展示会です。1月30日金曜日から2月の11日の祝日の3時まで、はい、富士フォトギャラリー調布スペース3、はい、ちょっと行くの大変なんだよな、こんな大変なんだけど見てもらいたいんだよね、うんうん、これあのね、で、あのまあ、あの行き帰りはちょいと歩くけど、あの行っちゃうとね本当にあのすごいゆっくりできるよね。なんというかその都内というよりも、うん、ほとんど日本最大的なレベルの、あ、かなり大きいよ ね、ものすごく広いその写真専門ギャラリーで、うん、僕もちょっとびっくりしたんですよ、こんなに広いとこだったんだっていうのを、ね、うん、知りまして。だって、うん、今回その映るんですがスペース3というとこですけども、はい、スペースの1、2合わせて、半節で90枚飾る。そんなに、うん、あ、ちょっと分かりにくいよねこれ、額のサイズが多分、うん、50の60ぐらいのものが90個、うんうんうん、そうだよ、あの横に並べてですよ。そうだよ、一箇所にギュッて固めるんじゃなくて、うんうん、相当広いんです。大した広さだったもん実際、うん、あの某有名な場所にあるミッドタウンっていう場所にある、はい、あそこよりも断然広い、断然広いね。写真を見るためのスペースです。3倍どこじゃないからね、3倍どこじゃないね、スペースの、うん、いやもう見る価値あるんで、うん、場所だけでも、そう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 、うんうん、面白いと思います。僕も行って面白かったんで、ね、うん、ぜひと、うん、おすすめしたいですねこれはね。 お菓子持って遊びに来てもいいよいいよじゃねえよ本当にね、コーポンが展示に絡むとね、なんかね、あのお茶とお菓子で楽しい場所になってね、とてもいいんだよねあれがね、うん、なんかね楽しそうな感じでね、なんかこう怖い写真展とはね全くベクトルの違 うあれが頭描いてるけどね今コーポンがでもね、あのああいうの僕はあのいいと思うんですよ、すごく。あのいろんなギャラリーありまして、特にその、東京だと銀座なんてね、あのまあ、絵にしろ写真にしろギャラリーが多い街ですけど、ああいうところでその路面のギャラリーなんかね通りかかるんですけど入りづれんだよ、すっごくなんかピリッとした空気があって、でそれはすごく良いのだけれど、ただそのだから入れなかった、それであのもったいないことしちゃったっていうのは僕はすごくその残念なことだと思うので、うん、入りやすい誰かがいる楽しそうにしてるっていうところで言うと、僕はあの小林薫城のやっているやってきた写真展がいいなと思うのが僕多いので、うんうん、皆さんもちょっとね本当に気軽に遊びに行くという感じで行ける展示だから、うん、なんだろう、作家さんの写真、写真家さんの写真ってあると思うんですけど、普段撮ってる写真を展示するって、はい、結構勇気いるってみんな言うんだけど、じゃあ普段撮ってる写真、例えばその写るんですって撮ったものがどんなものなのかっていう興味本位でいいと思うんですよ、うんうんうん、そういうのをぜひ見てもらいたいなと思って、うん、あの、うん、そこら辺はねすごく僕もあの2回
写るんですの展示をあの計2回見せてもらって、はい、両方ともあのコーポンがやったものだけれど、面白かったのはまさにそこであの作り込みがねしきれないんだよね、映るんですって、うんうん、そこがすごく僕はその感じたところで、ああそっか、あの完全に作るのは無理なんだ、だから面白いんだっていうのが映るんですなのかもしれないっていうのは見ててね思いました。だからね、使えない人もいるらしい。なるほどね。あのいや分かる分かるよ、そのすごく世界観を持ってる人とかはちょっときつくなっちゃうかも、うん、ああこれはダメだって思うかもね。でもそういう人が撮った写真こそ見たいよね、うん、その人の本当 の, あの踏み込んだパーソナル部分により近い、だから、ね、岡本先生の作品はそれがすごい感じる。なんか変わらないね、何撮っても変わらないと思う。なるほど、うん、それってやっぱり本当の作風だと思うんだよね、うん、それこそその先生と呼ばれるに至る人の、うん、ものですよね、うん、それは映るんですで撮ってもスナップショットだとしてもそれは作品だよね、うん、だからその人がその写真家と呼ばれる。よかった、ね、私もそれに近いみたい。ね、そうなんだよな、なんだか男っぽい写真だみんな。この間の生徒さんの飯手さんに、はい、先生の作品まっすぐだよ。あのねあの尖ったものが多いんで、なんか、うん、なんつったら、それはその表現の尖ったとかじゃなくてカクカクしてんだよな、どっ か, か、ね、なんかあの例えばお花とっても、うん、これもなんつうかなんつうんだろう、やんわりならない。それ全然褒めてない。じゃあ褒めてるあのふんわりとかないんだよね。最近努力してんの。まあ作例も撮んなきゃいけないからね。なんかね、あ、小林薫の写真だわっていうのはね、なんか思うのがありますよ、ね、特に一緒に撮り歩いて後で見せてもらった写真っていうのはそういうのがすごく出るのが面白くて、ね、なんかちゃんと、あ、自分にこう、うん、こうなんだ、肉付けじゃないけど味が出てきたかなっていうのは最近思います。自分もね、積まないとそういうのならないもんね。ならないですね、うん、たくさん撮って。そうなんですよ、デジタルになってからね、みんなね、ここ怒っていい、うん。一回習っただけで上手くなると思うなよ。そうだね、うんうん、あれだよ、あの対応回数が来るぐらいさ、シャッターを押してみろって話でさ、うん、それも一日のちゃんと見ろって、そう、ちゃんと被写体見てシャッター押せる。電池全部なくなるまで撮ってみろ、まず。これ電池4本持って歩いてるよ。私もせいぜい3個だね、うんうん、そのぐらいですよ、うんうん、で、そうでね、電池持って歩いて、たくさん撮って、うん、終わるなっていう話で、う、全部打ち返って全部1枚ずつ見ろっていう、サムネイル見てるんじゃないよって話だね。ちゃんと見た方がいいよ、本当に、ね、見ると面白いんだよね、写真は。だからそこはその、フィルムの時代とも変わってなくって、ちゃんと失敗したとあの時の写真って失敗したことを覚えてるんだよね。あこういう理由で失敗したとか、あ、ここ気抜いてた、確かに気抜いてたとかっていうのが分かるのはすごく面白い。で見直しをしないとそれが分からないまま次の、ね、撮影に行っちゃうでしょ。行きます。それ意味ないよね。意味ない。その1回が全部パンになるってことだね。あとね、私ちょっとね、うん、分からないでもないんだけど、撮影会とか、はい、撮影実習に一緒に行きたくないっていう人、一人で作品撮りしたいみたいなこと言う人いるんですけど、まあ、そもそも私もね、そうやって始めた頃はやってたからいいんだけど、一緒にね、同じ場所に行って切り取り方をみんなが違うように持ってくる、その写真を見てもらうっていうことをどれだけね勉強になるかっていうことは、ね、すごい大事だよね。一度体験した方がいい。すごい大事だよね。それはさ、本当にその通りでさ、うん、偉い写真家先生が例えば新宿中央公園を撮ってて、うん、同じ位置で撮るのと全然違うんだよね、意味がね、うん、他にその同じ時間の、うんうん、別の人が撮った写真絶対見るべきだと。見ると全然違うよ、うんうん、でそのでね、体験しないと多分分かんないですね、これはね、分かんないね、うん、面白いもん、そう、全然違うものを見てるし、それこそね、映るんですで撮った写真でさえみんな違うんだから、やっぱりね、そういうものはね、バカにしないで一回やった方がいいね。そうだね、うん、うん、そうだね、うん、で、だから
うん、コラボも言った通りで、そういう風に一人で撮ってる人の気持ちも分かるんだけれど、あの自分の写真上手にしたいんだったら武者修行も必要だよね、他流試合とかね、うん、やった方がいいよ、うんうん、で、あのなんだろうな、あとね、人のいいものをきちんと見るところだね、うん、あの認めることですよ、ね、そうそう、いいものを認めることですよね、うんっていう試合が嫌いな人とか、うん、僕以外見る人いないんだよって言って撮ってる人も中にはいるんだけれど、それはそれで別にまあ悪いことじゃないけれど、あのね、これは面白い話があって、逆にすごい写真になる可能性もあるんで、その代わり100年後、うんうん、あの何の影響も受けないで、そんなの無理なんだけど現代で、あのね、なんだっけな、しばらく前にどっかのウェブで見たんですよ、ね、ソ連、ロシア、うん、ソビエト連邦の前か、うん、なったぐらいの、うん、あのまだまだそのカメラが普通の人が持たないような時代に、うん、あの変わり者のじいさんがいて、その人が自分でカメラを作るんだよね、ダンボールとか紐とか木とかそういうもので無理やり作って、はいはいはい、それでそいつをね、あの持って、もうだから虫眼鏡のレンズレベルのものを持って、うんうんうん、で汚いボロボロのね変なカメラで、そのおじいさん自体もなんかあんまり綺麗な格好してないの、女の人だけ撮るの、胸元撮ったり足撮ったりって、見た、でそれがだからその時代はまあ変質者だったり変わり者で無視されたんだけど、現代になってものすごいっていう話になってっていうの、あれは面白かったね。なるほど。でも 今、うん、今やるとね、それ犯罪だからやめなさい。ただ私が一つ言ってきたいのは、うん、それはやっぱりプリントで残ってる場合でしょ。そう、そういうことです、ね、そうです、全く意味が違うから、それは、そう、うん、だってそれはだから何と言うんだろう、人に見られる形で残ったからみんなが気がついたわけであって、最終的にはやっぱり開示される開示されるっていうのがあったんだけど、デジタルっていうのは誰も見ないまま知らないうちに消えたりするんだよね。とても怖いと思うんですよ、写真というものに関して言えば、デジタルっていうのはそういった意味でとても怖いと思うし、うん、ね、やってるって、うん、こんな写真撮ってましたって言ってデジタルでね、こう、うん、SNS なりブログなり何でもいいけどそこに上げたとしても、うん、それは消えていくんだよ。そうなんだよね、うん、ものすごく実は儚いもので、ね、うん、で前、うん、随分前にこのラジオで話したけど、あのさっきの震災があって、でまあ、あのカメラメーカーさんがっていうか、フジフィルムさんが率先してあの写真の洗浄をしたじゃない、うんうん、プリントはね生き残るんだよ、デジタルは消えたんだよ、水に沈んだらパーだもんだって、ハードディスクっていう話、うん、あれはなんというかすごくその悲しい事件ではありました、大変なことで未だに大変なんだけれど、その写真だけそこを取り上げてみると、すごくそのなんというか、あ、そういうことだっていうのをこう思い知る機会だ、本当そうだよね、だ、うん、私あれを機にやっぱり日々のことを撮ろうと思った、うん、そこで日々のことだよね、そう、うん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 、だって、うん、手に取って取り戻したい写真ってそういう写真なんだよ、うん、あのね、特別な日のことってさ、写真撮んないでもいいんだよ、正直もう究極言っちゃうから、だって覚えてるのも特別だから、で思い出せないのは日々だよね、それは僕もすごく思います、うん、あのよく僕があのその話するんだけど、その今写真が撮りづらくなった外で、あの人が写るとその人が気にする、うん、あれはすごくその部分につながるところがあって、そのあと20年した時に20年前の今の写真を見た時に人の写ってない写真しかない、うん、なんかこれすごくそのなんというか大損失だと思うんだよ、世の中にとって。でそれを言うとね、まあ、人が写っちゃうとか肖像権すごくその神経質に気にする人が言うんですよ、そんなのはプロカメラマンと報道カメラマンがいるんだから残るに決まってるわけで、でそれでいいじゃないかっていう、違うの、全然違うの、それはそこで生活していて、そこで日々を育んでいる一位の人が撮る、まさにそれスナップショットっていう日常の写真、それが残ることの価値っていうのは、もうプロカメラマンとか報道の人が撮るものと全く意味が違うんですよ、うん、歴史的アーカイブの貯蔵写真ってみんなそういうものですよ、そうなんだよね、そう、うん、そう、遡ってまだ百数十年のカメラの歴史、写真の歴史で結局残ってるものって、大写真家のものって大して残ってないんだよね、みんながわーって思ったりとか、その惹かれるものって
名前の知らない人が撮ったスナップショットだったりすることが多いよね。もうそうやってもうたった百数十年の歴史だけども結果出ちゃってるので、うん、だからスナップショット撮った方がいいよねみたいなね。であとはちゃんとね、そうそう、うん、あの印刷じゃないよ、うん、プリント、印刷はね、あの多分ね、まあ、あの地震とか津波とかそのそういうものでなくなる。プリントはね違うんだよね、あれね、丈夫なんですよ、もっと、うん、焼いてあるんだから、うん、焼いてあるんですから、なんか多分その原理がきっとみんな分からないだろうな。そうそうそう、その差って多分今ってみんな分からないし、あとその価値の差みたいなものも、ね、うん、なんかそういうところをうまく伝えられるといいですな、私ね、うん、うん、それはね、あのね、まあパパのやってる今の取り組みもそうだし、あとは僕らでやるオーケストラなんかでも多分ちょっとずつね何か伝えられるかなっていう今年にしたいよね。そう、うん、そうなんです。いいじゃないですか。私今年ですね、もう半分ぐらい予定が決まって売れっ子、売れっ子じゃないんだけど、儲かってる、儲かってない、海外アンケートバンバン入んだけどさ、いやもう本当に大阪に行ってね、大阪に行って打ち合わせだらけだ、すごいね、なんでそんな引っ張りだこ、昭和のアイドルだから、昭和のアイドル古いところへ、ここのね、うん、カルチャースクールさ、ああ大阪なんだね、うん、なんですよ、へえ、ぜひうちでも、いいっすね、ただ私通えない、骨費出るならやるけどねっていう、そこが問題ですよ、うん、ね、でも単発でマンデーレッスンっていうのをちょっと取り入れようと思っていて、大阪の皆さんにも、なんかさ写真のシーン割となんか関西が盛り上がってったあれ本当なの、あそう、なんかそういう話をね俺別のところで聞いたんだよ、関西のシーン面白いって詳しくは聞いてないんだけど、でもそういうものに乗った乗った持ってるといいね、持ってるといいね、うん、いやでもねちょっとその関西でもファンを作らないと、うん、いいですね、うんうん、だからワンデーレッスンをデジカメでやりたいと思います。ちょっとスマートフォンでっていうご提案を最初にいただいたんですけど、やっぱりこれからはちゃんと写真を撮れるっていうところをプッシュしてもらおうと思って、いいですね、うん、まあスマートフォンもだからなんというかプラスアルファでやるのはいいかもしれないけどね、でもやっぱり写真でね、カメラで覚えてもらいたいですよね、それは確かに、そうなんです、まあ、そういうことをぜひ一緒に、そうですね、ま、街歩きもするし公園にも行くし、うん、食べ物も取るし、そういうことを大阪でもやりたいと思います、うん、そう、コアポンのテーマは日常だもんね、はい、そうです、うん、とても大事ですよ、それは、うん、ね、てかそっからだもんね、みんなね、そうだ、うん、そう思うよ、撮りたいと思うんだよね、きっとね、うん、撮りたいと思い始めちゃうんだよ、うん、やってるとそこ、うん、それだよね、うん、写真とかって、うん、撮ってるうちになんかいいなって思う写真が何個か出てきて、で、あ、こういうの撮りたいんだって分かったりして、うん、それがなんだろうなと思ったら意外と日常に結構多かったりしてみたいのは流れとしてあるかな、うん、先生の写真本当に美味しそうって半分長い中で、なんかね、いい話だね本当に美味しそうなんですもんって、お前も撮れって言わないとね先生的に撮ろうよやりゃいいじゃねえかって話だよね、うん、そこなんだよね、うん、私が考えてるのはその一歩踏み出す勇気をしてあげようかな、うん、やっちゃえば簡単、まあ簡単ってあえて言いますけど、やっちゃえば簡単なんだけど、やるまでがそのどう、なんて言ったらいいんだろうな、どう踏み込んでいっていいか本当にわからない人ってすごく、ね、でこっち側に来ちゃうとわからないでしょ、それ上手にそれを組み上げてあげないといけないよね、うん、そう、そんな気がします。いろいろなことを提案できるようにね、うん、はい、頑張りましょう。そうですね、うん、こんなんでいいのか今日まとまったまとまったような、そうじゃないような、まあ告知も大体しちゃってるしね。そうだね、うん、あの他もなんか他ない告知、告知、うん、来月ございます、はい来月キラリン、はい、まあ今は言えないと、今言えない、はい、ね、小木さん的にはですね、1月のですね31日だったな、うん、ね、あの八重洲ブックセンターで出た最近私のサイン欲しい、あなたどう
そら欲しいよね。来る？ダイスブックセンター。ちょっと今私大橋巨泉にしか見えなくなる。来るでしょ。サインだよサイン。私の話聞きたい？聞きたいでしょ。トークショーやっちゃうよ。一人で喋ってるよ。やっちゃうよ。一人で喋ってる。あのですね、あの去年なんですけど、去年の秋にあの、出ましたですね。GoPro 本があるんですね。ムックで出てるんですけど、あの技術評論者から出たあの GoPro の本が一、冊ありまして、でそれに僕あの、出させていただいてまして、座談会だったりとか、あとは、ページをあの見開きで2ページもらって作例を出したりとかっていうのをやってますので、座談会に参加した人が、した人が5人いるんですね。で、それぞれあのプロ BMX ライダー、あの GoPro 社からあのスポンサードされているプロ の, あの自転車ですね、マウンテンバイク、マウンテンバイクというか BMX、マトクロスみたいなね、ライダーと、あとはねパラグライダーとかあのカヌーをやる写真家さん、割とあのネイチャーだったりアクティブフォトだったりっていうような、ジャンルの人、それからあとね、やっぱり写真をやってる人なんだけれど、冬場になると富士山のあの山頂の小屋に入って仕事をしたりとか、そういうあのあとはスノーボーダーだったりする人なんだけど、その人エクストリーム系、あとは、タレントさんで、元アイドルで iPhone ケース10のプロデューサーだったりするあの人とか、あとはカレーライターとか、そういうエクストリームじゃない2人も揃って、それであのトークショーをやるということになりまして、そこの、技術評論者さんと、あとはその本を作った、編集プロダクションさんが企画をして、で僕らが出演という形になりました。で、トークショーがあって、あとはまあ販売とそれからサイン会みたいのもあるので、よろしかったらば、予約をしてみてください。大橋巨泉が待ってる。予約受付中なんで一つ面白いと思って、ずいぶん面白いと思う、なんか、ね、らしいよ。いやいやいや、面白いんじゃないかな。ちょっと様子見に行くかな。ちょっとね、そういうのもね。いや、私その時それどころじゃないよね、自分に置き換えて。大変だと思うよ、あった2月前で。死ぬ思いしてるじゃん、と。でね、まあ、それがあった後は2月1日に、その翌日ですけれど、例の、あれですね、トークライブ、阿佐ヶ谷ロフト A でやっているインド百景、の、今回ね、15回目だったから、が、開催されますんで、そちらの方もよろしく。感じですね、今トークライブって聞いて思ったんですけど、はいはい、今度なんかトークライブしながら公開録音とか面白くないですか？ああ、なんかやっぱり昭和の匂いがするな、それ。うるさいな。公開録音とかなんかね、なんか、だってさ、今新しくない？まあどうかわかんないけど、でもやろうかね。いや、それはでも面白いと思うよ。ね、公開録音ですよ、公開録音ですよ、公開録音。まあね、あとはそんな時間あんのか。あるある。じゃあやろうか、そういうのも企画しようね。今年もちょっとなんかね、面白い企画たくさん、面白いことをやりましょうよ、そうで、そう、せっかくだから、その、まあ、お教室を柱として、スタートした、欲張りカメラプラスですけれど、それ以外でも何かこうあれですね、僕ら2人でやるっていうよりも誰かと一緒にやったりとか、みんなを呼んでやったりするような企画、ちょっとなんか今年やってみたいよね、他にもね、お教室以外にもね、そういうの。あと、撮ってみたいというか、やってみたいお店とかもね、なんかいろいろたくさん今ありますし、だからみんなの、来てくれる皆さんの意見も聞かなきゃいけない部分もあると思うんですけれど、まあ、ちょっと生ちい話になっちゃうんだけど、ここまでで、まあ、3000円台真ん中ぐらいでやってたんですけど、レストランのグレードを上げて、より、なんというか、普通に行ったらば撮りづらいとか、もう素敵すぎてちょっとカメラ出すのをはばかられるようなお店でもうちょっと高い値段出してやってみたい、みんなどうっていうのも実はありまして、あるね、なんかきちんとした場所で撮れるっていうチャンスってなかなかないと思う、ほとんどないと思うんですよ、レストランでカメラを出すってなかなかやっぱりそのレストランのクラスによっては勇気が必要になるんで、それをその教室という形でやるなんていうのは僕は面白いとね、僕らは面白いと思ってるんですよね、そんなニーズもあったらばそれに応えられるような僕らはいろいろなつてと資産を持っているので、そういう企画もできますよ皆さん、それもあります。なんか YouTube もコメントとか欲しいね。あの
1個もらったりしたけどね。1個ね、嬉しかったね。うん、うん、まあいろいろだと思うんですけどね、はい、ということで、うん、2015年も、はい、欲張りカメラプラス、あれ終わっちゃった。あー、ハビさんとコバポンも、いつも通りお送りいたしました。毎度毎度1時間喋っちゃって申し訳ないんだけど、もう慣れたよね、もうね、月1、1時間、ね、月1、1時間で、うん、ね、前はほら30分ぐらいで月にって言ったけど、なかなかお互い忙しいのでこれくらいで皆さん勘弁してください、うんうん、であとまあそれとは別に何かね、その面白い案件とかアイディアとかあったらば僕らに直接言ってもらっても構わないので、うんうん、メッセージでもメールでも直接でも、ね、うん、なんかこんなのやってよとかできないのとか、逆にあの僕のとここういうのやってるんだけど、あの来てやってくれませんかみたいな話とか、そういうのも OK できます、はい、任しといてよってことで、はい、はい、じゃあ今回はここまでということで、はい、またバイバイ。